この研究会は、麗澤大学教授の八木秀次氏に、今さら聞けない皇室とは、皇位継承とは何か、のテーマで語っていただきます。男系男子によって連綿として受け継がれてきた皇室は、今上天皇で125代を数え、世界でも類を見ない存在です。昨年10月、三笠宮様が100歳で薨去され、皇位継承者は皇太子、秋篠宮、秋篠宮家の悠仁様、常陸宮と、この4人の方のみとなりました。現在、皇室は深刻な危機に直面していると言っても過言ではありません。天皇の退位問題に揺れている昨今、男系で維持されてきた日本の皇統の歴史を踏まえた上で、皇室とは何か、皇位継承とは何か、皆様と共に考えてまいりたいと存じます。